4. 北条の客はやがてお通も見えたので、曲がりかけていた冠もやや直り、越に行って杯を重ね、赤ら顔の土壌髭に対立して、目尻もおもむろに下がってきた。しかし、まだ本当のご機嫌になりきれないものがある。それは、食材の向こう側に余計な人間が一人いて、ぺたんと盲人のように猫背に座り、膝を机に書物を読んでいるからである。たくあんなのだ。土壌髭の大将は、この寺の那所と思っているらしく、ついに、おい、こら、と、顎を刺していった。しかし、たくあんは顔を上げようともしないので、お通がそっと注意すると、え、わしよ見回すのを、土壌髭は、王風に、こら、那所、その方には用事もない。下がっておれ。いえ、結構でございます。酒のそばで書物など読んでいられては酒がまずくていかん。立て。書物はもう捨てました。目障りじゃ。では、お通さん、書物を部屋の外へ出しておくれ。書物がではない。その方というものが酒の座に不景気でいかんというのだ。困りましたな。悟空尊者のように煙になったり虫に化けて禅の隅に止まっているわけにもよかず。下がらんか。無礼なやつだ。ついに怒り出すと、はい、と一応かしこまって、たくあんはお通の手を取った。お客様は一人は好きだと仰せられる。孤独を愛す。それ君子の心境だ。さ、お邪魔しては悪い。あちらへ下がろう。こら！何ですか？誰がお通まで連れて下がれと申したか。事態、その方は平常から傲慢で憎いやつだ。坊主と侍、可愛らしいやつというようなのは、まあ、少のございますな。例えば、あなたのひげのごときも。治れ、それ。床の間に立てかけたら陣頭へ手を伸ばした。そして土壌ひげがピンと跳ね上がったのを、たくあんはまじまじと見つめて。治れとは、どういう形になるのですか？いよいよけしからぬなし止め、成敗出してくれる。では、節操の首をですか？ははは、およしなさい。つまらない。なんじゃと？坊主の首を切るほど張り合いのないものはない。胴を離れた首がニコと笑っていたりしたら、切り損でしょう。おお、胴を離れた首でそう抜かしてみ。しかし、たくあんの饒舌は彼を怒らすばかりだった。太刀の束にかかっている拳は、憤りにガタガタ震えていた。お通は身をもって、たくあんをかばいながら、たくあんの老舌を泣き声出してたしなめた。何を言うのです、たくあんさん。お侍様に向かって、そんな口を聞く人がありますか？謝りなさい。和尚ですから、謝っておしまいなさい。切られたらどうしますか？だが、たくあんはまだ言った。お通さんこそどいておいで。なーに、大丈夫。多くの人数を抱えながら、20日も費やして、いまだに一人の竹蔵も成敗できない能なしに、なんでたくあんの首が切れよう。切れたらおかしい。よほどおかしい。